蒙古国が対馬に襲来した。血も涙もなく、ただひたすらに暴虐だ。我が方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな。飲み込まれるぞ。習わし武勇誉れ、それが我らが道だ。我らこそ対馬の勇士、我らこそモノノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれ。よっ。いでよ。なだチムニだ。我こそは足立春信、加納足立義信が五代の末裔なり。情け無用。さあかかれ、手を離せ、島を守れ、かかれ。変えても前進せねばなるまいぞ。御下士志村殿、おのおの敵将を逃してなるものか。者ども続け。蒙古どもの新手だ、切り捨て。
もはや我らのみ。残された道は一つ。敵将を見つけ出し、討ち取るのみ。最後までお供いたします。よく申した。来たぞ。あれが敵将。覚悟はできています。ここで決着をつけるぞ。名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ。我に下るか。何してここへ。誰かが俺を見てくれた。
食料のみ。ここを離れねば。もう子供。誰かが俺をかくまってくれた。その者がたちも誰が歯を研いでおった。武士か。俺の鎧。壊れておる。だがあるだけありがたい。やめろ。ここにはない。私に任せて。ほら、隠れろ。ああ、殺さないで。おめえを出せ。少しならあるから、持って行って。言うなってんだ。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた。数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。言うな。後にして。くそ、かがんで。どうする。こっち。待って。助けようなんて思わないで。民の命が。志村殿は戦場におられたか。地頭の。知らないね。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが堺人か。地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか。おそらくね。猛虎に囚われてるけど。場所はわかるか。東の海岸沿い。金田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。
攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下文を送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた。死なれちゃ困るからさ、手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。踏み入って、島中駆け回ってるよ。みんな奴隷にされたり殺されてる。通って安平だ。屋根に登るしかない。ほら、屋根に登り戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。何だと。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。心もとない。使えそうなものをもらっときな。娘というのか。持ち主はとっくに死んでる。我が名は酒井仁。地頭である志村殿の甥。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは酒井家の宝刀。戦を鎮め命を救ったたちだ。殴られたのか。いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、叔父上。
この成果を見せてみろ。わしを撃ってみよ。はい、叔父上。さあ、撃ってこい。近くに来い。さように戦えれば仇をつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。ではその仇をつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手からいかにして身を守る。そやつの目に砂を浴びせ鼻を折ります。それから滅多打ちにしてやりましょう。それは誇りのない安き勝利だ。武士たる者を敵が卑劣であろうと自らは堕落することなく己の義を貫け。忘れてはならぬぞ。はい、叔父上。ではわしの防御を崩せ。酒井陣が勇ある武士だと示してみよう。攻撃で防御を崩し素早く打ち込め。攻撃で敵をひるませ、即撃で仕留めろ。やめよ、降参だ。加減しましたね。しておらん。太刀であったら、わしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないぞ。守りの構えだ。よく防いだな。よし。疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え痛みに耐えてみせよ。よし。では受け流しを教えよ。わしの動きをしかと見ている。打ち込まれたらすかさず防げ。覚えが早いぞ。撃たれる寸前に受け流すのだ。上達しておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわしすかさず切り返してみよう。よし、その息だ。良い切り返しだ。うまく避けたな。良いか。かわしたらすぐさま攻めろ。ついた後の隙を見逃すな。どうだ、いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導、痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に5本打った方が優劣を決めるとする。ではタコにしましょう。うまいぞ、ジン。腕をあ。私の前にあと一つだけ問おう。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたかわかるか。
主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い堺の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは？それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか。行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。アフナテルサムライク。馬はどこにおる？馬屋にいるかも。来て。騎兵だ。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ？燃えてる家の裏でさ。おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。来い鬼畜ども。もう隠れん。太刀も取り返した。ちょっと、一人も逃がすでない。ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。
私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。こやつらは軍馬、浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい？似合ってる。名をつけねばな。神、世を守る闇。地頭は城の中だね。壁は高くて越えられないね。騒ぎでも起こして忍び込んでみる。いや、大手門から入る。ハーンは足立殿を生きたまま焼き殺し、叔父上を恥ずかしめ武士を皆殺しにした。この恥はすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。猛虎もそう考えるだろう。だが、こたびは俺が。お主はここで待っておれ。志村殿を返してもらうぞ。うんとんとしえうへ。やったね。そう申したであろう。この音何？分からぬ。だがおそらく猛虎の兵器。これ以上は無理だ。お主は戻れ。一人で
逃げ道を探しておけ。叔父上を助けたらすぐに引く。馬も用意しとく。頼む。俺が戻らねば森に逃げろ。血を抜け。ガラギュチコアが手に入れ。邪魔。聞いておるぞ、坂井陣。こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けを乞う姿をな。陣。さあどうする、坂井陣。
たしても。父よ、ジン、手を貸さんか。若様、そろそろです。ああ、今参る。島中の者がお父上を弔いに来ております。皆を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ、お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、お母上は鳥となり見守ってくださいます。おじ上はご本人がお伝えくださいましょう。助かった、ユリ。堺殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。父君は何よりも民を守られた。まことのものの不要。全て私のせいです。ジン、それでも武士か。父上は私をかばって。息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。あやつの魂はこの太刀に宿っておる。これを父と思え。私の砦に来るがよい。迎え入れよう。今日は父に別れを告げろ。お導きください。
動けって頼むから。ユノ、ユノ、ジェン、どうだった？志村殿を見つけお助けしようとしたが、あえなくハーンに。叔父上は嘆いておろう。あんたが無事でよかったよ。命を捨てても対馬を救うつもりが、今や猛虎に故郷を乗っ取られ、味方もいなくなった。自分より強い奴に負ける気持ち分かるよ。情けないよね。でも死んじまったら元も子もない。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。このまま再びハーンに挑んだとしても、返り討ちに会うのは必要。他の手立てを考えねばなるまい。そうして志村殿を救い、故郷を取り戻そう。だったら私が。騎兵だ、ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい、隠れなきゃ。あんたを探してるんだ。馬が逃げちまったじゃないか。主の元に戻るようしつけてやれ。すごいな。猛虎はあんたを探してる。お主は逃げろ。俺が猛虎兵を引きつける。タカを助けるまでそばを離れるつもりはないよ。ではまず加勢を得ねばな。腕が立つといえば、石川先生や足立政子殿、このお二人を。タカだって腕はいい。あの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ。城に忍び込める道具だって作れるよ。では壁を登れるようなものは。タカの腕なら挟めしまえさ。捕まった場所はケチのあたりだった。お主は先に行っておれ。後で向かおう。あの子は弱いから長くは持たない。ユナ、必ず弟は助ける。志村様を。